はい、皆さんこんにちは。坂キャスでございます。3時40分ですね。9月25日、のまったりとした午後でございまして、寝ましたよ。今日はシエスタ小1時間ですね。小1時間ふわっと2度寝しましたね。最初に浅く寝て、いやもうちょっともうちょっともう一回寝ようと思っ て割と深く寝ました。いやいや、もうこれが一番気持ちいいですね、ほんまにね。行きましょう。連合ニュースでございまして、愉快なお隣さんのですね、共同通信社で、日本で言えば共同通信みたいなところですね。ここのですね、9月25日10時1分に出た記事でして、韓国の新規コロナ感染者、2日連続で過去最多更新、初の3000人台という記事ですね。ソウル聯合ニュース、中央防疫対策本部は25日、この日午前0時現在の国内の新型コロナウイルス感染者数は、前日午前0時の時点から3273人増えというふうに、累計29万8405人となったと。3273人、これ過去最多らしいですね、1日としては。で、一方ですね、時事通信ですね、これは24日現在でして、今日の数字まだ出てないようですけども、2093人ですね。累計は168万9972人ですけども、仮に今日も2000人台だとするとですね、ビヨヨヨヨンと実際の数字においてですね、お隣さんが2本上回るという、それって多分初めてちゃうかなという気がしますね。去年の発生以来こういう数字をずっとカウントしてきましたけども、多分初めてではないでしょうか。今日の数字そろそろ出てくる頃ですけどね、まだ出てけへんの。そうですね、初めてでしょうね。で、これね、まあ見てくれの数字をね、見て比べてもですね、そんなに意味はなくて、実は人口あたりでどうやねということなんですよ。人口10万人あたりとかでよく出てきますね。それで言ったらですね、もうそれはですね、どうでしょう、これ1週間ぐらい前からですね、日本の方が少ないということになります。お隣さん人口5100万人ですね。日本は1億2400万人というふうになってまして、だいたい4割です。 39.何%という数字なんですけど、そうしますと約あれですね、日本の半分以下でなければいけないのに、とうとう日本を超えて日本の 1. 点何倍かになってしまったということは、人口あたりはもうすごいですね。2倍3倍の話でございます。かつて1年ちょっと前は K 貿易やーっつって、世界に冠たる K 貿易ってやってはったんですけど、去年の暮れぐらいからその言葉も聞かれなって、何かあってですね、優れた結果が出るとね、すぐに俺はってこうなさるのがですね、愉快なお隣さんの、まあ、民族性といいましょうか、お国柄といいましょうか。でものすごくこうやったあと K 貿易ってやったあったんですけども、今はそういうことも聞かれなくなります。でも不思議は不思議なんですけど、なんで、ね、ワクチン接種率もそんなに変わらないんですよ。そんな差がないわけなんですよ。それは早かった遅かったで多少あって、日本の方が多少早かったぐらいなんですよ、実は。でも向こうも猛烈に追いついてきました。でだから今そんなに接種率という点としては差はないわけなんですけども、なぜかですね、向こうは日に日に多くなって、でどうなんでしょうね、原因がようわからんっていう。ただ日本との違い何かというと、向こうは飲み会中 OK なんです。8人までかな、8人まで OK って、でやってはるんで、それでしょうかね。でも向こうはね、日本と違ってね、そのね、プライバシー、個人情報に対する、その、なんていうのかな、こう、あれが、こう、緩いわけですね。規制が緩いんで、スマホのコード履歴ってあって、日本でも位置情報を持ってたらですね、べーっと追いかけることが
できることは可能なんですけど、向こうはそれで全部追いかけてですね、その経路をたどってこいつがおったところはみんなーっつってやるわけですよ。で日本はそこまでやってないっていうか、あのそもそも位置情報を皆さんオフになさってるでしょ。僕もしてますけど特に必要ないんでね。そうするとあとは個人の申告制になっていくわけだって。そこが向こうの方はだから管理はきついんですよ。きついんですけども、そのまあ飲み会だけは OK で8人まで OK かな。その違いが出てるとは思えないんですけども、でもよう分かりません実は。で第6波がね冬になったら来るとか言うけどね、別にもうそんなん言うたらね、日本は第5波今終わりかけてますけども、明らかに、じゃあなんでそんなにね、ちょっとだけ向こうの方が寒いですけど、こんなに変わらない季節的なこう温度差でですね、なんで向こうはこう今からビューッと上がっててこっちへヒューッと下がってんやろうと、その違いが要はなんでやねんっていう話ですね。まあ確かに日本人おとなしいんでね、満員電車の中でぺっちゃくちゃ喋ってるやついませんけどね、今まであの電車の中でこうクラスター発生したって聞いたことないですけど、多分あんまり関係し、発生しないんでしょうね。あれぺっちゃくちゃ喋ってる中で発生するんでしょうけど、そういうことなんでしょうかね。ようわからんけども、お隣さんがこう見た目にも見た目の数字でも超えてきたと。ということになります。で、まあ別にこれ、日本側はほとんど気にしないんですけど、その、お隣さんと比べてでやねん、こやねんというのがですね、ほとんど気にしないんですけど、多分ね、さっき出たニュースなんですよ、これ3200何人っていうのは。で、これからですね、今日は土曜日なんでですね、向こうの記者さんも大半お休みでしょうから、あれでしょうけども、もう今日も明日も明後日も統計数字は出てきます。もうこれ傾向があるとすれば、ずーっと向こうの方は日本より多いという数字になるわけですね。で、やっぱりその10万人あたりとかっていうのになるとですね、あんま反応しにくいんですけども、パッと見た目に日本が2000何人で、向こうが3000何人ってあかんやん、俺ら負けたらあかんやんってなるわけですよ。なんせオリンピックの時に会ってきたなんかのコーチが言ってましたよね。日本にはじゃんけんでも負けたらあかんやん。じゃんけんでも負けたらあかんのに、なんでこの、これで負けてんねんっていう話になりますんで、そうなるとですね、そういう日本に負けてるという記事がですね、これから出てくるんじゃんかなと、ちょっと楽しみなような、ちょっとまあ、まあ、楽しみなような、怖いような、しんどいようなという感じでございますね。これちょっとした差だったらね、この50人とか100人程度の差だったら、ね、誤差の範囲内やって言えるんですけど、明らかこれ1000人以上、今昨日の24日の数字と彼らの今日出してきた数字でちょっと微妙にねカウントの差があるんですけど、向こうは0時現在とかでやるんですね。こっちは何でしょうね、昨日の感染者数を、東京都は朝9時に集計するんですけど、まあ全国はどうしてるのか知りません。まあ同じでしょ、それをどっかに集めるんでしょ、ファックスかなんかで、ね、ファックスなほんまにな、いや、ね、メールかどうか知りませんよ。今は2年前はファックスでした。2年前というかその1年ちょっと前はファックスで集めるって、各保健所から東京都都庁に集まってくるのに人間が手で集計するんです。アホクス今でもやってるのかどうか知りませんけど、そうやって出てきた数字ですので、まだですね、今日の数字が出ていない、25日発表とは出ていないですけどね、日本の方が遅いやんたみたいな、そんな感じでございますけど、それでですね、あれなんですよ、もうでも多分今日日本はやっぱり2000人になっちゃうんですが、昨日が2093人で今日が3500人ってことはありえないと思うんですよ、今のこの流れから言うと。そうなってくるともう明らかちゃうやんと。もう先申しましたけど、10万人あたりっていうのはもう2週間以上前から日本の方が少なくなってますけどね。はい、ということでですね、これが何か意味があるかっていうとそんなに意味がないんですけど、ただ気になります、そのなんで日本は少なくなってきて何が原因なのかと。そんなに状況変わらないと思うんですよ。同じように外国人は入れていないし、ある程度行動規制はしてるし、テレワークはやってるでしょうし、なのに向こうは過去最高に増えてるわけですね。日本の2月ぐらい前ですね、
あれです、五輪これでやるんかみたいな時ですね。あの状態を今お隣さん迎えているという状況なんですね。あとはこれがどこまでこう伸びていくのか。日本はね、一時1日1万人近く、東京だけで5、6000人行ってましたもんね。1日1万人超えてたんちゃうんですかね。はい、ということでこれはですね、どう言いましょう、特に貼るページはございませんので、まあ、皆さんそれぞれにご覧になってください。あの連合ニュースは向こうのあれですね、連合ニュースで探しだければすぐ出てきます。で、私は日本側は時事.com を見てます。で、世界で比べるならロイターがいいんですけど、ロイターちょっと遅いですね、データやっぱし世界だけあって。はい、ということで、とうとう見た目にも日本を超えてしまったお隣さんというお話でございました。はい、どうもありがとうございます。